昨日はシンガポールで最も危険なエリアに侵入したんで、今日はシンガポールで最も高いエリア、最もお金持ちが集まるエリアに潜入します。で、結構お金持ちが集まるエリア多いんですよ、シンガポールって。セントーサとかオーチャードロードとか、タンジョンパガーとか結構あるんですが、僕が不動産屋さんの知り合いに聞いたのがこのボタニックガーデンです。ボタニックガーデンが真のお金持ちが集まる場所って聞いたんでやってきました。多分ね、公園の中ではなくて、公園沿いにあの一軒家が建ってるって形だと思うんですが、まあ一緒に探検しましょう。今日はもうお昼時ということもあるんで、この辺でちょっと安くて美味しいものを探したいなと思います。ただね、安いとこあるかな。シンガポールの安飯って言ったらホーカーズ、まあ屋台街ですね、が有名でどこでもあるんですが、あるのかな、このボタニックガーデン。お金持ちの人って食べないでしょ、ホーカーズ。いや、食べるのかな。まあそれ含めて確かめましょう。で、今適当にほっつき歩いてるんですけど、見てください、これ、この道、アメリカみたいじゃないですか。緑が生い茂っていて、道の幅も広い。いや、もう早くもね、僕が普段行くエリアとは全然違いますね。さっきもね、あの歩道を渡るときに、あのシンガポールって基本車優先なんですけど、譲ってくれたんですよ。紳士ですね、やっぱりお金持ちは。本当お腹ペコペコですね。あ、で、あの初回の動画すごくあの好評いただいてすごく嬉しかったです。あのコメントとかグッドボタンとかも普段の3倍ぐらいあったんじゃないかな。すごくね、あのサポート嬉しいです、ありがとうございます。で、このシリーズは、あのこの世界のローカル場所を巡るシリーズは僕にとって新しい挑戦です。普段は路上ギターとかやってるんですけど、皆さんの応援は本当に助かります。引き続き面白かったらグッドボタン、コメントとか、あのチャンネル登録とかぜひお願いします。Excuse me? Do you know where a hawker is? Hawkers? Food? Cheap food? Yeah. It's good, okay. Thank you so much. そこに安いご飯あるみたい。あのインド系の工事のおっちゃんに話しかけたんですけど、本当親切ですよ、インド系は。めちゃくちゃ親切。インド本土とか僕1ヶ月旅したことあるんですけど、ほぼ一周して、ネガキャンとかたまにありますけど、すごく親切。道とか聞いたら教えてくれる、困ってたら助けてくれる。ただ詐欺師も多いんでそこだけですね、ちゃんと見分けは必要ですが。さっきの工事のおっちゃんに教えてもらった店見つけましたが、これあれですね、チョンバルベーカリーじゃん。あのシンガポールを代表する観光客に人気のベーカリーですね。クロワッサンが美味しいらしいんですよ。あ、意図せず来れましたね行かなきゃいけなきゃって思ってたんですけど、あの僕が求めてたその安馬現地食ではないと思うけど、雨がねすごいんで、ちょっと止むまで待機ですね。これですね、チョンバルベーカリー。 Hi. Do I order there or? Yes, order there. Okay. Okay. めちゃくちゃうまそう。ただ高いな高い。 Can I get two strong long black? What would you be your recommendation for a first timer?Caramelized butter with sugar, our popular item. Okay. This guy, maybe the mushroom for some. The mushroom. Cool. I'll get one of that. いや、すごくいい場所ですね。おしゃれ。素敵。で、あの、カヤジャムとかのサービスもあったり。食べようか。おお、いい匂い、マッシュルームのいい匂いがしてますね。わお、うん、めちゃくちゃ高いけどめちゃくちゃ美味しい。外側はパリパリ、中身ふんわり、バターもすごい効いてる。 Thank you。
で、マスタードシードとかも入ってて、スパイスの香りもいいですね。で、このチーズよ、このチーズ。人気の理由分かりました。めちゃくちゃうまい。ヨーロッパだと思い込めば買えなくもない。で、一つ気づいたのは欧米人が多いですね。欧米人、お金持ちです。大企業の役員とか社長さんとか、そんなんだと思う。あとはそこにあのメイドさんと、白人のお子さんがいるんで、両親は働いてるんでしょうね、この時間。シンガポールはメイドさんかなり多いんですよ。すごくね、多い。見えますね。月5万ぐらいからもうメイドさん住み込みで働いてもらうことができます。ただその5万だけじゃなくて、食事とか、あと1年に1回の帰国費とか、そういうのもかかるんで、まあ実質10万以上は月かかってるんじゃないかな。なんで、まあ正直そのめちゃくちゃお金持ちじゃなくてもメイドさんは雇えるっていうのがこの国の現状ですね。雨が止んだら出発しましょう。雨止まないんで帰ります。あ、ごめんなさい、帰りはしないですね。これから探索します、このお金持ちのエリアを。多分日本人 YouTuber でこんなところ来たことある人僕ぐらいだと思いますね。はい、いろんなね、まあ、まずはシンガポールからですが、いろんなドローカルエリア、みんなが知らないシンガポールの一面を見せていきたいなと思います。で、今ね坂を上がってます。ちょっとボタニックガーデンから離れちゃうんですけど、なんかビシビシ感じるんですよね、お金持ちのオーラを。おお、すごいすごいすごい、教会、赤いレンガの教会が見えますね。シンガポールにもあるんですね、こんな本格的なヨーロッパ風の教会で。あの、こういう横断歩道を渡るのはシンガポールは厳密には罰金ですが、なんで通報しないでください。いや、本当美しいですね。美しい教会だと思います。 Saint George's Church、 1978年に作られたそうですね。結構古いですね、シンガポールの中では。いいじゃん。ちょっと屋根の部分があの未完成っぽいのが残念ですが、レンガが綺麗ですね。すごい、こんなのあったんだ。ほんとね、この企画ね、マジで毎回毎回学びがあるんですよ。あ、こんなんがあったんだっていう。キリストが描かれた美しいステンドガラスがありますね。散策続けましょうか。あの、お金持ちの住宅とかね見たいんですよね。ちょっと映せるかわかんないけど、どれくらい。That is really cool. シンガポールならではの光景ですね。ボタニックガーデンに戻ってきました。本当にね、今のところね、住宅が見えないですね。どこに隠れてんだ。お金持ちたち。で、このボタニックガーデンは確かシンガポール唯一の世界遺産。シンガポールボタニックガーデンズ、入りましょう。The rain is killing me。ていうか本当に世界遺産なのかなこれ。誰もいないけど。雨だからか。あ、ここいいですね。小川が美しい。ボタニックガーデンね、何あるか僕よく分かってないんですよ。庭園ですよね多分。今のところ一人目です観光客。はい、マップ見つけましたね。You are here。で、この先行くと、てか広いなこれ。めちゃくちゃ広いですね。あ、これ無理だな全部回るの。家どこだろう。この道いいですね。綺麗、美しい。お金持ちの家にたどり着きたい。公園出たところのどっかにあると思うんで、とりあえず出口目指しますね。You know how to go out? Exit?
Oh, I have to go there. No, you go from here all the way. All the way. No way. Is it close? Ah, 開いてる開いてる。ようやく出れました。ボタニックガーデン、すごく広いみたいで、多分中心の方行けばもっとすごい観光アトラクションとなるようなものがあると思うんで、今度ねじっくり行きたいですね。今はお金持ちを探します。やばい、いきなり見つけたかも。すごいっすよあれ。おお、ワンちゃんワンちゃん、番犬みたいなのが出てきた。ガードしっかりしてますね。番犬か分かんないけど、もう本当にホワイトハウスみたいですよこの家。うわーすごいなー。あんまりね映すのあれだから最小限にしますが、ワンちゃん2匹がすごい怒ってて、真っ白のヨーロピアンな感じの家ですね。で玄関すぐ前には車が止まってます。2階建て、テラスも見える。こんなんね旅行者見たことないですよね多分。こういう一軒家ってなかなかね中心にないんですよ。だからちょっと離れたこんな場所にある、すごい世界ですよ。で料金もめちゃくちゃ高いから、さっき調べたんですけど、この辺りの一軒家の料金安くて3億です。すごいね、天井が雪降ってもちゃんと雪が降りてくるデザインになってますね。いらないだろあれ。あ、どんどん出てきましたね。やっと着いた、お金持ちのエリア。シンガポールは一番みんな住むのが公共団地、9割の国民が公共団地に住みます。で料金は、ファミリーで、安くて3000万ぐらい、高くて1億とかで、コンドミニアム、次のグレードがコンドミニアムね。これは、安くて5、6000万円かな。で高くてもっとね、もちろん5億とか超えるものもあると思います。で一番高いのがこれ、一軒家、シンガポールではランデッドハウスって言います。住む世界が違うな。なんかもうここをなんか歩いてるだけで恥ずかしくなってきましたね。みんな車だから。で環境的にはもう何もないです、家があるだけ。なぜかというとみんな車だから、近くになくていいんですよ飲食店とかで。ここ実はオーチャードからすごく近いのでアクセスも抜群です。だからこそ高い。オーチャードもいろんな高級コンドミニアムとかありますが、自然がないし人口密度も高いんですよね。だから富裕層はこういった、自然もあってかつ中心街から近い、ここを好みますね。すごい、今すごい車が隣に、ポルシェですね。でもうひたすら家ですね。でお金持ちもいろんな種類の、いろんなタイプがいて、僕の知り合いの億万長者、一軒家もちろん買えるんだけど虫が嫌いみたいなんですよ。でどうしてもこういう一軒家っていくら殺虫剤撒いても蚊とかハエとか虫とかが発生しちゃう。だから僕のその知り合いの人はあえてコンドミニアムに住んでますね。だからいろんなタイプがいますね。皆さんが今見えてるのがボタニックガーデンの入り口です。でその向かいにあるのが家たち、ボタニックガーデンへ最高のアクセスを誇る人たちの家を見ていきましょうか。でもねなんかここさっき、10分ぐらい歩いて思ったんですけど、不便じゃないですかこれ。何もないもん周り、家しかない。なんかちょっとね買い物行きたくなった時とか、あ、メイドさんに頼むのかな、自分でやんないのかな。うわーすげえこれ、天井によくわかんないもん2つついてますよ、すごいな。でもね僕思うんですよ、不便なんじゃないかなって。で、これ最大級の負け惜しみですけど、 HDB、公共団地に住んでる僕の方が便利だと思う。エレベーターで下に降りたらすぐ食堂とか安い服売ってたりとか安い薬局とかあったりするんで、僕の方が間違いなく便利な生活ができてます。これも新タイプの家ですね。ゲートから家が見えない、丘にあります家が。本当何者だよここ住んでる人、もうシンガポールじゃないみたいですね。全然僕が住んでる住宅街とは全然違います。うわー、なんかえげつないのがねもうすでに見えますね。噴水がある、
でっかいゲートに、で巨大な建築物が、なんかヒンディー語で書いてるんで、もしかしたら 家じゃないのかもしれない。なんか領事館的な、ただぶっちゃけなんかもう飽きてきたっていうか慣れてきて何も感じなくなっちゃったな。いい車、もうさっきからね BMW とかポルシェがね走りまくってますね。で今ねすごいいい匂いしてるんですけど、初めてレストランに着きましたね。高級住宅街のレストラン、何屋さんだろう、え、プラタ、インド料理ですね。なんでプラタなの、一食500円ぐらい、謎すぎる。なぜプラタなんだ、てっきりねフレンチとかその辺かと思ったけど、めちゃくちゃお得やん。まあでもなんかお金持ちってああいうのが好きだったりするっていう印象がある。わかんないけどね実際は。で学校、プレスクールかな、生まれた時点で勝ち組の子供たちが元気よく雨の中遊んでますね。やっぱ欧米人が多いですね。インターナショナルスクールですね多分、公立ではない。雨止みましたね。はい、で引き続き、お金持ちの家たちを通過して、コマンドハウスっていうところに今向かってます。これ何かというと、まあ、いや、ちょっとまずお見せしますね。これ見てくださいよ、シンガポールって信じられますか。ここ空は広いしビルも一切ない、違う世界ですね。そこに見えるのは、シンガポールを支えている主にインドとかバングラデシュからの出稼ぎ民ですね。毎日朝から晩まで働き、休みは日曜日だけって人が多いです。賃金も10万円以下ぐらいの人が多くて、まあ、結構ね過酷だと思います。生活は家も基本シェアハウスで、そんなにプライバシーもなく、ただ幸い食費は安く済ませることできるんですよね、シンガポールって。一食多分500円以内とかで過ごしてると思います彼らは。で結構過酷ですが、何年か働いて母国に帰って、そこではねやっぱ貯めたお金使っていい生活ができるんで、そのために頑張ってる感じですよね皆さん。本当にシンガポールを支えてますよ彼らは。ちょっと道間違えちゃってコマンドハウスすごく遠回りになっちゃうんで、また次回にします。さっき移民の話出たんで付け加えたいんですが、シンガポールは住んでる人の3割から4割ぐらいが外国人です。すごくないですかこの割合。日本人だけで 4,5 万人ぐらい今住んでます。でこの外国人というのは、うわムカデだ、気持ち悪い。シンガポールやっぱ熱帯だから虫が多いですね。外国人というのは日本人とか、中国人とか、韓国人とかもそうなんですが、永住権持ってる人も外国人にカウントされます。だからねすごく、なんだろう、住みやすいんですよ本当に。周りもみんな外国人だから、で差別もあんまりないし、英語通じるし、英語苦手でも聞いてくれる人多いし、なんか初めて旅行とか移住とか、まあ、プチ移住でもいいけど、初心者にはすごいねいい国だと思いますよシンガポールは。じゃあちょっと駅向かいますね、もうなんか飽きてきたんで。いつか潜入してみたいですねこういう一軒家。知り合いの方でね住んでる人いないんで、なんでもしこの動画見てる方コネクションあればぜひご連絡お願いします。ゴール、ボタニックガーデン駅です。今日もたくさん歩きましたね。はあ、この辺で終わりにしよっかな。多分普通の旅行者だと来れないような場所とかお見せできたと思うんで、何度も言いますがこういう企画がもし好きでしたら、多くは望みません、グッドボタン、コメント、チャンネルの
どれかだけでいいのでぜひ、まあ、全部やってくれたら嬉しいけどぜひお願いします。ありがとうございました。さよなら。